皆さんお久しぶりです。ゆっくり霊夢です。前回の続きをやります。今度の俺は今まで以上に燃えてるからよ。やけどしても知らねえぜ。かっこよすぎ。今回は試しに積載量 200% で行ってみる。おらおらおら、好きねえうちにどっかに消えといた方がお前のためだぜ。韓国を相手にしているから国外に消えるしかないじゃん。またやるか。またカードにぶっこんでやがる。なぜか戻ってくれた。殿下なんでいつも左に傾くんだ。ベイブレードみたいに影こすって 200% 初勝利。相変わらずやるな。手抜きされて素直に喜べない。おい、早速一発いってみるか。誰？トラックは普通だな。試しに 125% で走ったけど全然楽。ここからはパーツをゲットするためにブースト縛り。トラックももらえるのか。はぁ、なんで。それは驚くよな。早速乗車。なんか困ったことがあったら相談乗るぜ。うわ、これはかわいそうではないか。仕事を奪ってしまった。っていうか見た目の割に優しくてさ。またやるか。やりません。バカキヤハかな。サブロー並みに弱いこいつで試してみる。来番者ゲット機能よすぎ。他のシリーズもして欲しかったな。ストーリーモードで。これも 200% でいけばよかった。って
コモンヘッドだぜ。これ小型だったのか。ちょま、タンクローリーなんですけど。なにこれ。よし。この中だと土しか入らない。久々に一丁やっとるか。おう。そもそも入ったとしてもどうやってタンクから土を取り出すんだ。お前のタンクローリーに突き出てしまったよ。しかも絶対量 200% とか物理的に無理なんだよな。どうせ負けるのでずっと解禁。可能性はあるか。ブースト頼りだけど。おめえ遅くなったんじゃねえか。言われているぞトム。待ってたよ。さあ、日本一の味ってのを教えてよ。卑猥発言やめろ。ここで燃え出す炎が お分かりいただけただろうか。200% ブーストなし無理ゲー。なのでここからはブーストなし縛りだけで許してください。はぁ、なんて勝てないかな。悔しい。ちょっとかわいい。借りはきっちり返させてもらいます。カオル。ちなみに奥主のデレマス、現在の担当は加古さん、三船さん、周子さん、その他。今年こそ松本紗理奈をよろしくお願いします。ガラッと他のゲーム宣伝するな。お、勝手に自爆してくれた。こういう時にツッコミが欲しいので次からマリサを呼びます。呼んだか。マリサ、来てくれたのか。一人でゲーム実況とは寂しいやつだぜ。そうなんだよ、ゲームもリアルも一人はきついんだ。このご時世だから当たり前だろ。それはうぷ主の世界の話だ。走りになったの。ありがとうございます、ジョーム。は、似てねえじゃねえか。どんだけ成長したか、見せてみ。はい、デコチャリ野郎から壊しや若葉マークになりました。どんだけ下手なんだ。マリサもやればわかるよ、このゲームの難しさが。レースゲームじゃん、練習すれば上手くなるぜ。そうだけど運用素が半端ないんだ。150%もきついです。あんま変わってねえな。そんなんで大丈夫か。やっぱりデコチャリ野郎でした。お前がラックじゃなくてチャリに乗っていたのか。一応旋回機なんだけど。デコチャリの喧嘩か。いや、ゲージを見てください。どう見ても壊しや若葉マーク。本当だ、よくこれで仕事もらえるな。いい走りっぷしだ。わしが女なら
惚れとるの。そういうカミングアウトやめろ。この時代にピンク着ている時点で勝負じゃ。紫じゃね、わしとまた勝負じゃ。リベンジじゃ。また負けてるぜ。相手のパーツ欲しいからブーストが使えないんじゃ。解放条件厳しいぜ。よっしゃ、勝ちじゃ。わしが最強じゃ。日本一に勝ったから当然プライドはどこに行った。危ない、また同じところで抜かれそうだったぜ。いつもギリギリだぜ。無事パーツゲット。トラックもゲットしたぜ。負けた、このわしがまた負けた。うわすごい絶望的。自分のガレージはやはりダンプしかありませんでした。ピョントン君は敗者になりました。このダンプかっこいいぜ。そうなんだよ、自分のダンプも2台がこれだったら完璧だった。2台の高さが低いと平ボディにしか見えないんだよな。まあ、負荷ダンプじゃないから。久々に一丁やっとるか。おう、トムのタンクローリーじゃ無理だったのでリベンジ。待って、遅くね。今高だったからじゃね。味方になると弱くなるパティン。まだ後ろに走っている。このゲームでボイスほぼ使ってない。一般車がどっちに車線変更するかわからない。またギリギリじゃないですか。しかも序盤のライバル相手に。おめえまた早くなったんじゃねえか。さっき遅くなったって言ったのに。単純なやつだな。すまんすまんすまん、今日はダメなんじゃ。こいつのトラックパクっているからな。そこは 2P カラーでもよいよ。待ってたぜ、今度こそてめえに一泡吹かせてやる。まるで格闘ゲームの選択画面だな。相手が負けた時に顔の作画が変貌するしな。勝った時もだけど。ダンス対決熱いぜ。さっきは高だったようだ。パトカーの音がするぜ。何をやらかしたんだ。一般車をぶつけすぎると通報されます。な、パトカーがバスに全力で突っ込んだぜ。こいつはスーパーパトカーだからね。ただのパトカーとは違うのだよ。なるほど、わからん。もう見た。こいつらはミラーはいないことを教習所で習っているんだ。恐ろしいぜ。今のはどんまりだぜ。け、日本一が泣くぜ。泣いてます。今度は相手をブロックしたぜ。このゲームは一般者をうまく利用した方が勝つ。
マリカのアイテムみたいなものか。笑いで悔しさをごまかすレイ。おっと、来やがった。日本一だ。寝ぼけてんのか。あ、また知らないやつ来た。古典的な DQN。 なんだこのトラックは。デッキがなんかおかしい。おらなんだこの高ペイント。わら、集中戦がいい味出しているんだよ。こっちは大型だから負ける要素がない。弱い相手はトラックくれるんだぜ。くそ、悔しいけど勝てねえわ。覚えとけよ。後で調べたけど、強いトラックの入手法やばかった。このシートキャリアなんか水槽っぽく見えたけど、ペイントだった。なんか帽子かぶっているみたいだぜ。成長したお前の走り、見せてもらうぜ。ナイトモードかっこいい。さっきのおっちゃんのトラックだよ。横からじゃないじゃん。まあそうだな。でも主人公も最初はノーマルで勝負したし、まあ例外も悪くないぜ。それよりあの DQN のトラックとは思えないほど、このトラックは動物のペイントしかないんだ。よく漫画とかで見る DQN は動物には優しいです。今うまくバスを利用したな。さすが強奪。やっぱりそういうことじゃねえか。よし勝負だ。ネブラシク前に走っている。ノーマルトラック解は、今の間に合ったのか。またしても判定がむずい勝負してしまった。これ負けてね。トラック全体がライン越えた方が勝利判定になっているようだ。なるほど、サッカーのゴールラインと同じ判定か。調子はどうだ。うまいことやってるか。おっちゃんのトラックのおかげでいい勝負できたよ。こんな時に勝負なんてやってられっかっつーの。あばよ。トラックないからな。めっちゃ悲しそうやん。お、俺のトラックいいだろ。ね、ね、ね。狂気。知っているぜ。お前がタンクローリーで土運んだせいだろう。すいません。車がないんです。サブロー戦スキップしました。奪った相手が目の前にいるぜ。本当に咲くだろう。今もどこかで
だんだんカットしているぜ。もう一回クリアしているから。はい。こいつ苦手なんだよな。2チャンネルで十分。誠は今心に咲くだろう。負けたよ。乾杯だ。あれ、パーツは。そうなんだよ。これ確率でもらえるらしいんだ。ガチャかよ。ガチャは嫌なんじゃ。ガチャは悪い文化でござる。お前もやっているだろ。でも課金は一切しない。課金で十分楽しめるゲームを失う。そう、そしてサービス終了した時の絶望がやばいからな。それならそれかとか平和の方が良いと思う。あれから売ればいいからな。うくむしの個人的な感想です。人それぞれの価値観は違うし、金が余っていれば課金はすると思うぜ。なんでこんな話になってしまったんだ。さすが兄弟。BP が溜まったので新しいトラックを買うぞ。もう十分トラックゲットしただろ。だが自分好みにカスタマイズできないんだ。そして自分のトラックの方が速い、多分。今回は大型箱を選ぶぜ。普段選ばない鈴に決めた。まずはシンプルに改造。おい、トラックメイドいうことだ。イスズといえばこの子しか思い浮かばなかった。こっちもいるぜ。弱えやつには用ねんだ。とっととうずろい。正体を表したな、このチリケ詐欺師。てかなんで負けるんだ。いやー、いい走り。黙れ。上にペイントすると文字が追加されるから少し見てみよう。あ、ギャグ点高い。エキエキコンロ点か。どういうこと、わら。個人的にこれが一番じわじわきた。12秒かな。これ関係ある。これもかなりじわるぜ。これシンプルで好き。ホラーだぜ。これホラー枠じゃないんだけどね。ここは普通だぜ。普通かっこいい。これっさ、エッコかな。これがホラー枠です。前の方が怖かったぜ。今日は見逃しといてやるよ。命拾いしやがったな。ムカつくぜ。お前のトラック大破させたるか。これ誰だよ、別人じゃん。これがこいつの素顔だ。見ろよ、目が言ってるだろ。あー気持ちいい。トラックに罪はないぜ、霊夢。確かに、すみません。雑魚のトラックで勝てるわけないんだよな。見よ、これが天城デコトラパークのペイントだ。それ違うパークだぜ。そしてここから過酷な戦いが始まったのであった。
になってね。リザルトはリタイアのものです。あんたそんなボロエンジンでこれからまだ行くつもりなの？アップグレードきた。はあ、しょうがない。お姉さんが大サービスしてあげるわ。サービスサービス。どこいじってほしいの？恥ずかしがってないで言ってみなよ。さあ。これ大丈夫か？満足した？これでもかなりのテク使ったのよ。ジオデクサ、ありがとうございました。綱出様、いろいろあるかと思うぞ。約束の街、ああ、この街で出会い、この店を訪ね、北一番の恋、二人で描いた、ああ、演歌勝負か。そうだ、こうやって一般者にぶつけさせるんだ。自分もぶつかりそうだぜ。その通り。くそ、守りきれなかった。こいつの加速がやばいぜ。おいおい、これで終わりじゃねえだろうな。1ヶ月後。負けたぜ。やるの坊主。はい、ということでやっとブーストなしでクリアしました。でも今のボスじゃないんでしょ。む、言うけど言うけど戻れば。この曲は初代のボス戦のやつじゃないか。よく知っているじゃないか。マリカサブちゃんも言うけど、自分はこっちの方が思う。